鍛える心に新たな力が湧くものだ。すべてはそれからである。マックス・フェルスタッペンワールドチャンピオン獲得おめでとう。最後の最後で大逆転感動したわ。感動をありがとう本田。あのね、マリサ。なんだなんだ、霊夢。以前、芸能人 YouTuber のスタタボ動画に小判ザメ作戦でゆっくり解説スタタボ編をアップしたの覚えてる？ああ、覚えているぞ。で結果はどうだった？えらいことになったわ。 YouTube を始めて約3ヶ月。最初にアップした初代ソアラの再生回数が3ヶ月でやっと約1200回。それをスタタボが約22日で1300回再生で抜いちゃったのよ。へえ、すごいな。けど芸能人とは関係なく、単純にスタタボが人気なのかもしれないぞ。確かにはっきりとはわからないわ。けどその後アップしたしてRしてターボ2はそれぞれ50回再生ぐらいなんだよ。けど、他のと比べてもスタタボは異常だぞ。これが芸能人パワーか？じゃ芸能人さんが次に狙ってるホンダアコードエアロデッキで第2回検証実験をやってみようよ。結局また小判ザメをするんだな。まあいいぞ。この頃のホンダは解説してても楽しいしな。では今回は3代目ホンダアコードをゆっくり解説していきます。ゆっくりしていってね。3代目アコードは1985年から87年のマイナーチェンジを挟んで89年まで販売されたんだ。3代目アコード CA 型は3種類のボディがあって、上からフォードアセダン、エアロデッキ3ドアハッチバック、2ドアクーペ。3番目のアコードクーペは88年から販売。アコードクーペのみアメリカからの逆輸入車で左ハンドルにワインの革張りシートで豪華だったんだ。現行アコードで10代目になるんだけど、初代アコードが発売されたのは1976年シビックの兄貴として3ドアハッチバックがデビュー。翌年の77年4ドアセダンを発売。その後、時代時代でワゴンや2ドアクーペを販売してきたんだ。エアロデッキは簡単に言えばロングルーフの3ドアハッチバックのこと。バッサリ言っちゃったわね。2年前の83年ワンダーシビックを発売、3ドアハッチバックのサイドビューがこれ。上がアコードエアロデッキね。どうだ？ロングルーフでよく似てるわね。だから発売の2年前からこの展開は決まってたんだ。だったらそんなに新鮮味はなかったんじゃないの？霊夢、上の仙台アコードと比べるとどうだ？仙台は保守的な印象ね。だろ？当時のメディアは斬新で目新しいエアロデッキに飛びついたんだ。そしたら新しいもの好きのユーザーも飛びつくわね。その辺はホンダもうまかったんだな。35年経った今でもエアロデッキって言っても一部のマニアには人気なんだから。一部のマニアにでしょ。霊夢はこのデザインに得も知れぬ魅力を感じないのか？正直、あんまりね。ならこのゆっくり解説でエアロデッキ好きにしてやる。もう少し付き合えよ。アコードの意味は調和、人と車の調和という意味。エアロデッキは空力に優れた帆船の甲板を思わせるロングルーフの意味。キャッチコピーは時代を抜き去るもの。攻めてるわ。フォードアセダンにリトラのライトスーパースラントノーズ FF 発四輪ダブルウィッシュボーンサス2リッター16バルブ DOHC エンジンなんだから。83年のワンダーシビック CRX 以降スポーツのホンダ路線を爆進してるからな。ついに2リッターセダンまでスポーツしちゃったぜ。開発コンセプトは1、明快なハイポテンシャル2、人間重視設計3、時代の先取り感覚の3つ。1は2リッター16バルブ DOHC エンジン、2は光合成ボディプラスガラス面が大きい明るい室内、3ローワイドボディ。エアロデッキの特徴はウルトラロー&ワイド、とロングルーフデザインイコールスーパーデュレットフォルム。スーパーデュレットフォルムなんじゃ？弾丸、の意味、サイドビューがピストルの弾丸に似てるから。ボディサイズは全長 4335mm 全高 1335mm 全幅 1695mm ホイールベース 2600mm CD10.34 セダンと比べ全長が 200mm 短くなってホイールベースが同じだからリアバンパーを 200mm 詰めてるんだ。って言われてもピンとこないんだけど。じゃあワンダーシビックと比較してみよう。シビックの全長 3810mm 全高 1340mm 全幅 1630mm ホイールベース 2380mm と比べると、全長プラス 525mm 全高マイナス 5mm 全幅プラス 65mm。長くなって、低くなって、幅広くなったんだ。ウルトラローワイドになったんだ。私、ワンダーシビックなんて知らないもん。悪かった。35年も前の車知らねえよな。じゃあ説明していくぜ。外観のデザインについては、まず一番に目を引くのはリトラクタブルヘッドライト。二代目プレリュード、クイントインテグラに続くリトラでこの頃のホンダはリトラをよく出してたんだ。スポーティーな雰囲気が出るもんね。
ライトを上げたらこんな感じ。革命で可愛いわね。先代のアコードよりボンネットが 45mm も低くできたのはダブルウィッシュボーンサスなくしては実現不可能だったんだ。サイドマーカーとグリルを薄くしバンパー中央を一段下げローノーズを強調。ボリュームのあるエアダム形状のバンパーで株の安定感を出している。ボンネットは曲線を基調とし絞り込んでシャープ感も出しているよね。ルーフは後部に行くにつれ高さを抑え、ウィンドウは上下方向で絞ってノーズ先端からウィンドウ株のラインを一直線にし、リアハッチをまっすぐ切って躍動感を出してる。三次曲線サイドウィンドウを使い段差を 5mm、フロントとリアウィンドウは段差 3mm でフラッシュサーフェスを実現。真横から見るとガラスエリアが広くキャビンは開放感満点、サイドモールとツートンカラーでウエストラインの低さをさらに強調。前高線 335mm はスバル DRZ の前高線 310mm と比べプラス 25mm だけ。スポーツカーとほとんど差がないのね、すごい。リアは横長のスモーク調テールランプと当時としては大型バンパーでワイド感を演出。リアビューは上方に行くに従って絞り込みが大きく逆にトレッドは全モデル比プラス 55mm でワイド感を強調。リアハッチはガルウィング型テールゲートと呼ばれ、下端はエンブレムの下までで上端はルーフ後部から開くんだ。これなら開ける時もあまり後方にはみ出ないんだね。スカイルーフはゲート上部もガラスになって開放感満点だぜ。続いてはインテリアを紹介するぜ。インテリアは保守的よね。ハンドルは 375mm4 本スポークで振動防止のためマグネシウム合金を使用。大型3連メーターで真ん中がスピード、左が回転系、右が燃料と水温系。ハンドルのスイッチはクルーズコントロールのスイッチ。シートはサイドホールド性を高めたシート。室内は世界戦略車でもあり187センチの大人が4人がくつろげる空間を確保。グラスエリアも広く開放的な室内空間に仕上がってるのね。次はエンジン。B20A エンジン、美しいエンジンだ。ボンネットを開けてこのカムカバーが出てきたらニヤニヤするぜ。変態、変態になってるわよ、落ち着いて。おう、RA165E と同じカムカバーだろ。オラにとっちゃ VTEC よりこのエンジンが一番美しいエンジンなんだ。搭載エンジンは3種類、2リッター16バルブ DOHC PGMFI の B20A。160馬力グロス、135馬力ネット、1.8 リッター16バルブ DOHC CV デュアルキャブの B18A 130馬力グロス、1.8 リッター12バルブ SOHC キャブの H8A 110馬力グロス、B20A を中心に話を進めるぜ。シリンダーをアルミにしエンジン単体で約 10% 軽量化、フロントヘビーになりがちな FF 車の走安性アップに貢献。ボアストロークは 81mm×95mm のロングストロークで圧縮比は 9.4。ロングストロークなんだ。じゃエンジンのキャラクターは中低速寄りなの？吸排気とも 10mm のハイリフトバルブや頭頂円満に、4212マフラー。とホンダ F1 テクノロジーの融合で全域でハイパワー、爽快な DOHC サウンドを発するんだ。すごいわね。次はサスペンション。ホンダが掲げたポイントは3つ。1、リンクの配置で理想のジオメトリー設定。2、フリクションレス設計。3、フォースステアやアライメント変化を極力抑えること。この3つのポイントをクリアするにはダブルウィッシュボーンサスの採用が必要不可欠だったんだ。しかもホンダはダブルウィッシュボーンサスの弱点の重く、大きく、複雑の問題点も解決したんだ。この結果しなやかで直進安定性がありライントレース能力の高い足ができたんだ。へぇ、前ブレーキは国産初型推しだけど2ポットキャリパーのベンチレーテッドディスク、後ろはディスクブレーキでハイパワーに対抗。タイヤサイズは1956014ね。以上がアコードエアロデッキのゆっくり解説だ。どうだ？濃いすぎるわ。けどハイパワーで斬新なデザインのいい車だっていうのは伝わってきたわ。これだったら当時はバカ売れだったでしょう？当初は販売好調だったんだがその後販売は低迷しちゃうんだ。どうして？2リッタークラスの中心購買層はファミリー。ファミリーには3ドアはやっぱり不便だったのと、もともと日本ではハッチバックは安く見られがちだったのも原因だろうな。だったら5ドアにしてスタイリッシュワゴンにしたら昔のワゴンブームの走りになったかもしれないわね。 4WD で、もったいない。こんなのか？そうそう、こんなの。これは83年に発売されたシビックシャトル。さっきのワンダーシビックの5ドア 4WD。次のグランドシビックまでは続いたんだが、一部のアウトドア好きの間で人気だったけど結局2代目で終了。北米でもう一回り大きな2リッタークラスの 4WD ターボで作り続けていたらホンダのレガシーになれたかもしれないわね。確かに、
ホンダにもっと泥臭い 4WD のイメージがあったらな。どちらかというと昔からホンダはオンロードのイメージしかないから。次に紹介するのは1988年発売のアコードクーペ、アメリカ生まれの帰国子女、逆輸入車なんだ。逆車なんだ、リアスポイラーがかっこいいわね。けどその頃同じ2ドアクーペでプレリュードがあったでしょ？確かに、けど大きな違いがあったんだ。左ハンドルとワインカラーのシワのあるレザーシート、当時はオーラが出てたんだ。左ハンドルって不便じゃない。今でこそ外車でも右ハンドルが多いけど、この頃は外車は全部左ハンドルで、不便でも左ハンドルがステータスだったんだ。変なの、ハンドルセンターに何かついてるわね。ホンダオブアメリカのエンブレム、ハンドルと左右の B ピラーについてたんだ。これが水戸黄門の印籠みたいでオーラでまくり、ショッカーのマークじゃないよ。表現が古すぎ、わけわからんわ。大丈夫、この80のスカーの視聴者様は40歳以上とデータ出てるから。エンジンは B20A ではなく A20A2 リッター SOHC12 バルブ120馬力、BOSE 専用サウンドシステムで内装は豪華だったんだ。以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃ、またね。